はい、それではですね、今回は、シティエージェンスカイラインやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、というとね、こちらのね、グローバー交差点から本日はスタートいたしました。さあ、ということで人口はですね、どんどん増えていって、現在24万7千。で、ちょっとね、一つ先にちょっと言っておくと、ですね、結構もう重くなってきてここが重いんで、もしかしたら途中でフリーズして配信が止まるかもしれないんですけど、その時はその時で、すぐに復旧をさせますので、よろしくお願いいたします。突然来てる可能性あります。で、ここの貨物列車の駅ですね、2個あったのを1個に減らしまして、でここにでっかい方の、でっかいやつですね、環状交差点を作りました。まあそれ作ってもね、相変わらずこうね、出入り口のこの辺はまあ混むというのがね、まあ日常的なことなんですけども、結構みんなね、こっち側のね道にねこう行きたがるんですよね。だからこっちはねそんなにまあ混んでんだけど、こっちほどじゃないっていうね感じで、詰まりに詰まっちゃってるんですけども、よいしょ、こんな感じでなっております、はい。で、まあ、ところどころね、こうね、この、宇宙エレベーターのところの渋滞なくなるように、こう一方通行のね道路作ったりとかして、何とかいろいろ工夫はちょっとずつ、しておりますが、まあ、基本的に何かを変えたっていうのはさっきの、貨物のとこぐらいで、これもちょっとね住宅地が立つようになってきましたね。とも、そんな感じですかね。さあ、じゃあ目指せ人口、30万なんですけども、まあこうね、一斉にねこうみんなその何ですか、移住っていうのを、引っ越し、移住なのかな、これだと、まあ、外の世界からこうやってくるわけですけども、一斉にやってくると来るので、一斉に死ぬんですよねなので一気にガッて増えたと思ったら一気にガッて減ってっていうね、こう波があるので、こうね、なかなかこう常に安定して人口がいるっていう感じではないんですけれども、まあまあその辺はね、しょうがないなということ感じで、まあ、一気に人口減っても、まあ、それがね終わるまでちょっと待ちましょうってことで、そう、これも作ったんだ、路面電車ね。これはただこのね、こちらの工業地帯の方をぐるりと一周回るっていうだけで、まあ特にこうね何か特別なルートは通ってませんので、こう一周回っていますよという感じでございます。ここね、真ん中公園まで来てね、ここはちょうどね、この、汚染が届かないとこなんで、非常に空気のきれいな公園になってますね。さあ、そんな感じでなところですかね。もうね、何をやってなかったかっていうのが分かんないんですよね。あとね、これもね、重くてなかなかこの何ですか、UI の表示っていうのがこうパッと出てこないんですよね、こうやって
こうちょっと時間がかかってんなっていう感じなんですけども重くなっちゃったからしょうがないんか、それはね。まあこの辺、まあゴミ溜まってますけどみたいなね。まあなんとかちょっと頑張ってやっていきましょう。さて本日手をつけるのはここでございます。一番最初に作った住宅街ですね、こちら。このね、低密度の住宅なんですけど、ここを高密度にちょっと変えていこうかなと思います。ついに手こいで。低密度はね、こっちの方とかこことか、あとはこの辺ね、この辺にありますので、ちょっと低密度じゃなくて、ここはね高密度、ここだけちょっと低密度で、あの悲しいんで高密度に変えていこうと思います。さあということで、価格解除これも合ってるのかどうなのかもわからないんでね。でこれはまず価格を解除していきます。でも一気にね、一回これで人口が、減っていくと思うので、そこはまあ勘弁してください。地味にこうね、一つまとまっていないんだよね。微妙に傾斜とかになっててね、こう結構大変なんだよね。で一気に4000人ぐらいですかね、5000人ぐらいですか、ここに住んでいた人々が一気にいなくなりまして、さあここに高密度のものを建てていきますよと。よいしょ。一応ね、全部退いたところを中心に置いていきましょうか。まずはなかなか立ち止めてくれないで、これ、ね、微妙にねこう傾斜になっててね、こうなんかガタガタになってしまうのはちょっと残念なんですけども、こんな感じでいかがでしょうか。この辺はもう立ってきてますね。これで大体色付けはできたかな。 OK。 なかなかこう立ち止めてくれない。 OK かな。よし、じゃあこれ立つのを待ちましょう。でちょっとね、公園とかこの辺作って、でこう
値観をね、上げていきましょう。植物園でかいな。ドッグラン。4点ね。さあ、ここはもう時間をただ、待つだけということで、なんとなってくればここも電気通ると思うんで、頑張ってください。さてさて、あそこを待ってる間にね、もう少しいろいろと、手直しをしていきましょう。これ何？ああ、なんかあったな、こんなんな。なんか水捨てるとこだっけ。わかんないんだよね。これウォーターアウトレットだっけ、さっきの表示されないから分からん。多分これなはず。じゃあこの絵ちょっとつけとけば。機能してるかどうかは分かりませんけどもさあ24万、まあ24まで大体止まってるんで、だからまあアベレージで今24万ぐらいなんですかね。さあ、商業と工業が足らないよと言われてるんで、ちょっとじゃあ増やしていきましょうか。この辺のね、土地をね、はい、重い。じゃあここを商業にしましょう。でこっちをオフィスにしましょう。ちょっとねガッタガタなんだよな。もうけちゃんとね、その何、このも何、あの基本となっているところからまっすぐ引いて十字になるようにちゃんとやっているはずなんだけども、うまくいっていないんですね。またこの絵もね、じゃあまあオフィスにしちゃって、でこっちを商業にしちゃいましょう。さあ立ってきましたね。あ、こっちもなんとか電気もねちゃんとつながるようになって、だんだんと家が建ってきました。これ水は一応通ってる。結構この町もね、あの埋まってはきてるんですよね、こうちゃんとね。ここにも駅作ったんですよこれ言ったっけ言ってないっけ分かんないんだけど、こういう駅作って、そうなんです。ちょっとこの辺で線路がちょっとあのいびつな感じになってますけど、一応
そういうのを作って、駅をもう一つ付け足しましたよという感じにしました。こっちのグローバー交差点もね、こっちも作って、こっちはねそんなに混まないんだけどね、ここですね、この宇宙エレベーターの近辺、ここね、こう宇宙エレベーターからガンガンこう人が出てくるんで、バスやタクシーや、そのこうね、あのこっから車がどんどん湧くんですよね、こうやってでそうすると一気にこの辺が混み始めちゃうよっていうってな感じに言っています。もう感覚ですね、これね、もう作るものを何番目にあったかっていう。しっかりとまっすぐ引けている。そこに一気に車線をこうね変える、基本的にここはみんな右折していく人が基本なんで、こう2車線3車線を一気にねこう車線変更するという、こう恐怖のこう、で出ていく出口となってるんですけども、これ逆走にしたらいいのかな。で、逆向きにしたら、これね、右に行く人ばっかりなんで、楽にならない？あ、そうすると、ここで混むのか。見てみましょう。とこれな、まっすぐ行ってとかにすると良かったのかもしれないんですけれども、基本的にここは右折メインで、詰まっちゃうか。こう信号待ちだと詰まっちゃうのか。ここを移動。ここを移動で。そしたらどうなる、ここみんな。曲がる、基本的に曲がるのか。曲がるのか。ほうほう。あれは中にはまっすぐ行く車もあるけど、基本的に曲がってこっちに来ると。たまにまっすぐ行く車もあるんですね。まあいいか。
この場所は微妙にこう通っていないのか。なんかこっちなんだよな。5マスなんだよね、この宇宙エレベーターが。さてこっちは着実に増えてきてはいますね。そんなこんなでこれ今何分やってんだろう全然確認しなかったね。現在シティーズスカイライン21分。まあまだまだ3分の1ぐらいですね。さてどこを次。箱水ない、失礼失礼。ここはねどうにかしたいけどちょっとどうもできないよなこの交差点はやっぱこう詰まるんだよね。ね、うまいこと分散できればいいんだけど、それこの通りを全部ね一通にするのはしんどいよね。その方が良かったりするのかな。そしたらね、こうと出口は一箇所。あ、でもどっちでもいいのかそれは。一通作戦試しにやってみる。全部一通にしたらどうなるのか作戦。出向きはこっちは出口でいいんだよね。出口で登っていくっていうか、このなんか交差点、グローバー交差点の方にこう進んでいくみたいな。で逆にこっち側を
な。これか。わかんない、出ないんだよ。あれ、こっちに通っていくようになる。で、こう行くんですか。なんでですか。まっすぐ行ったらいいじゃん。そしたら、早いじゃん、そっちの方が。これはなぜこう遠回りをしていく、君たち。すごいことになってんな。あんまり意味は、なさそうですね。じゃあまあ戻しまーす。中の動きを一方通行にする？ここだけ一通にして、専門と出ていく専門にしちゃう。で、こっち入ってくる専門なんで、ここをこれで変える。どっちも出口にする。地も出口にすると、どうなるのか。そしたらここは6車線に変えないといけないんだよね。まあむず。安いように逆の方が良かったかな。こっち出口にすればね、右折でこうスッていけるんだけど、こっち入り口にして、こっち入り口にして、これを逆回りすればいいんだ。右回りにすると、こっちもちゃんと走ってくれるようにはなるね。
さ、そうするとこっちが出口、こっちが入り口になるんで、出口は求めた方がいいのか、とも今のまま出るとこは出る、入るとこは入る、一つずつ。ここなんていうの、こっちだけ混むんだよね、なぜかね。全然こっち混まないんだよな。みんなここで降りないで、こっちで降りていく。そうすると、渋滞緩和のためにこうやってちょっとずつ車が消えていってしまうので、そこに届くはずだった物資が届かなくなって途中で消滅しちゃうっていうことなんだけども。信号はいらないです。ここは必要です。ここ信号いらないです。あ、ここ逆になっちゃう。あ、なるほど、ここ逆、あ、ここがね、逆になっちゃうね。なるほどね。ちょっと左折で出ていかなくな、いけなくなっちゃうのか。こっち側にするとね、ここ通んなくなっちゃうから、ここの意味が全く持ってなくなっちゃうんですよね。こう入って、こう出ていく。そしたら、ここいらない？もしかして。こっち、こういう。周りになって、ここをいらない、なんかこうくっついちゃうみたいな。こんな感じでいかがでしょうか。三つ目、こういうこと。迷走してんな。そうすると大体の車はまっすぐに行くように
なるのかな。そんなことはないか。これででも若干時間稼ぎができるんであれば、それに越したことはないよね。6かな、ここもそしたら。時間稼ぎをしてこっちにね行くまでの時間を作ってもらうと。いうような感じかな。あれ結構正面くんな。これ正面はやめとく。やめておこう。中止です。横はなんかじゃあコミ集積場とかちょっと作っといて。いいですかね。これでね、ちょっとは緩和するんだったら、ここのね、大きい道路をこう来て、みんなどうすんのって話だよね。ここ通ってんだよね、ここはね。無駄な変なのがこんななくなったんね。はい、ここの渋滞は一向に減っていかないですね。これってどうするのがいいんでしょうね。それかもう4つどこからでも
いけますよみたいな感じにしちゃう？どこも出入り口になっちゃうよっていうような、どっから出ようが、どっから、入ろうが勝手なわけですからね。詰まってんなそれにしても詰まってんな。短すぎると、一回下ろして、ちょっとこっちの離れたところに下ろす作戦なので、これで落ちていく。ついちゃうのか真ん中、ここでしょ。ちょっとずれてるな失礼。
難しいな。ここでいいと思うのよ。場所的にはね。で、ちょっと一回鼻をかむんで、お待たせいたしました。失礼いたしました。そうするとな、どうすんだろうな、これな。ちょっとね。いい案が思い浮かばないな。48分。イメージ的にはこっちからね入ってきて、こうスーっていって、ここで一つにまとまって、で両側に拡散していくっていうようなイメージなんですけど、ちょっとこれがね真ん中じゃないっていうのもね、すごいね、気にはなるんですね。なので、まあ真ん中じゃないのは、後で修正すれば。いいんですけれども、ここじゃないんだよな。
こういうこと。違うね。いい方法が思い浮かばないな。保留にしますか。おお、すっげえな、ここ。あ、こう左折になっちゃうからなーっていうのもあるんだよね。だったらこっちを、あの入り口専門にしちゃうっていうのもいいんだけど。こっち側はもう出口だけ。ここもいらないのか、この線も。そっか。懐かしいね。ここはまあ混むんだよね。考えましょう。さあこっちは、あ、まあまあ立ってきたね。最初が全然立ってきました。さあそろそろ時間なんで、これで終わりにいたしましょう。ちょっとクローバー交差点はいろいろと考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではここまでご視聴ありがとうございました。
よかったらですね、チャンネル登録やコメントよろしくお願いいたします。でまた見に来てください。ありがとうございました。